こちらなんとお蕎麦屋さんなんです。東東道の宮の駅舎に併設していたのは蕎麦屋の桃屋。もともと駅員が宿舎として使っていた部屋を改装して20年前に開業。メニューはざるそばと田舎そばの2種類のみ。ご主人の三鴨さんが厳選した国産の高品質なそばの実を石臼でひくところから始まり、全て一人で作業を行うため、1日に提供できる数は限られてしまうといいます。そんな貴重なそばを求めて、この日も多くのお客さんが足を運んでいました。こちらは島田と掛川から初めて訪れたというお二人。やっぱりこのおつゆが違いますよ。ちょっとこう本当にスカッとした感じで、とても美味しかったですね。満足しました。あ、そうですか。そして三作坊から2時間かけて来店したご夫婦は、美味しいおそばを食べたいときは。あ、そうなんですか。どんなところがこう気に入ってらっしゃるんですか。やっぱり味とかね、のど越しとか香りがいい。香りがいい。さらにこんな強者もいらっしゃいましたよ。年間で140枚か。そんなにですか。うん、はあ、もう常連さんの域も超えてますね。そうね。どんなところがいいですか。ね、まず気が入ってるよ、大将。気が入ってる。気が入ってる。ご主人の気合のこもったおそば、これは期待が高まりますね。お待たせしました。はい。ざるそばです。ありがとうございます、ご主人。はい。美しいですね、色が。ありがとうございます。こんなに綺麗なお蕎麦、なかなか見ないですね。ちなみにこの白いお蕎麦を出すためにはどんなこうコツがあるんですか。きちんと製粉することだと思いますけども、丁寧な製粉。こちらが蕎麦の実の白い部分だけを丁寧に取り除き製粉したざる蕎麦。この美しさ、職人気質のご主人そのものを表していますよね。カツオなど3種類の出汁から取った蕎麦つゆにつけていただきます。ほら、ツヤツヤで綺麗ですね。いただきます。うん、喉越しがとってもいいです。滑らかで、もうツルツルっと入ってきますよ。で、このおつゆなんですけど、甘すぎずキリッとした感じですね。なのでこの上品なお蕎麦とキリッとしたおつゆと非常に合います。またこの歴史ある、趣ある駅舎の中にあるお蕎麦屋さんっていうことを考えると、なんか特別美味しく感じますね。なんかとってものんびりできます。